田運動公園は山口県宇部市温田町に位置する都市公園。田運動公園前景宇部市におけるスポーツの拠点として1941年に開園し第18回国民体育大会山口大会の主会場となった。同国体の開催と同時に田プール等が整備され現在の公園の核となっている。公園に隣接して ウベ市病電王記念体育館が所在する。2019年11月、ウベ市が同公園をリニューアルする、オンダスポーツパーク構想を策定。スポーツから、ストリートカルチャーまでをコンセプトに、耐震化の完了した、野球場以外の施設を改修、廃止し、ランニングウォーキングコースや多目的グラウンド、都市型スポーツ広場の整備を、計画、2020年に、 サウンディング型市場調査を実施した。1941年に、宇部市英音おの球場として開場。1998年のリニューアルオープンの際に、条例上の名称を解消し、通称名を、宇部市野球場とした。また2011年春には、宇部市に本社を置き、物流機器レンタルなどを手掛ける UPR が施設、命名権を取得し、同年月日付で、 愛称、UPR スタジアムが付与された。オンダプール跡。左後方は、宇部市野球場。25メートルプールと50メートルプール、水中ウォーキング用の徒歩プールを備えた屋外プール。夏季のみ使用可能。50メートルプールは、山口県では、数少ない日本水泳連盟公認プールで、自動審判時計装置が設置されており、徒歩プールスタンドには500人収容可能。 1963年の第18回国民体育大会では水泳競技の会場となった。前述の遠隔の通り、かつては飛び込み施設も存在したが、後に取り壊されている。利用者の減少と施設の老朽化のため、2020年3月に廃止。2021年夏には、隣接地にビニールプール、ジャブジャブスポットが開設されている。 オンダウンド公園陸上競技場、ありがとうございます。